な子と出会えた。優しい子と出会えた。それはとても幸せなことで。だけど助けられなかった人がいた。救うことができなかった人がいた。それはとても悲しくて苦しいことで。私の目の前で悲しい物語が悲しい結末を迎えるのはもう嫌だ。だから今度は必ず助けます。イリサ、私はあなたを全部私のせいで。あなたを止めて事件も止めます。あの星に未来なんてないわ。大切なものも綺麗なものも過去にしかない。そうだ、我らはかつて確かにあの場所にいたのだ。遠く淡くですが尊く懐かしい記憶。僕らが願ったこと、本当に叶えたかったこと、あなたたちまで失いたくないんです。もつれ合った運命に、悲しい現実に立ち向かってゆく物語。魔法少女リリカルナノハデトネーション始まります。